ひょんなことから出会ったヒロイン青井美琴とフェティッシュな性遊戯を爆発させるというエロティックラブストーリーってことで爆発してるみたいですので移動したスケベが展開の映画です。今日はももはさんにご来店いただきました。いつも世話になってありがとうございます。今日は告知があるということで。あ、そうなんです。結構リラクエ動画でおなじみのトーマス監督の新作なんですけど、シザー声を張りましょう。シザーチンポという作品なんですけど、これがあのクラウドファンディングであのユーザーさんからお金を集めて制作する映画なので、出資者様を今8月27日まで募集しております。高いんですけど5万円出資してくださった方はこのみことと水着でバーベキューということで、あ、みことって私モンハンなんですけど、でちょっとバーベキューができるという、撮影もできちゃうというイベントがあるので、よかったらぜひお願いします。あとその監督のデータゾンビっていう作品が、あのじゃあ8月13日が大阪上映、8月16日が東京上映で劇場公開されるので、そちらも私ヒロインとして出てますので、よかったらぜひチェックしてください。トーマス組の作品の他に、はい、あ、さっきのクラウドファンディングのやつは、はい、まだお金を集めてる段階で、そうなんです、撮影はしてないっていうことですね。そうなんです。これからで8月27日に初の撮影が行われるという感じです、うん、もうあのこういうのを撮るっていうのは決まってて、はい、でその予算を集めるのにちょっとイベントをやるということで、今ちょっと小じきモードでね、はい、あのモハさんのファンの方なんかあれなんですよね、黒木さんとか、はい、半田笹、あ、そう、笹さんか、はい、そうそうそう、結構有名どこが、はい、そう、あの出てて集まって、はい、であのどなたのやつに投資しても、はい、まあ、そのイベントに参加できる、で、行くとみんないるっていう形なんですよね。そうなんです。ただ指名すると鉄板囲んで、はい、プチオフ会みたいなことができるよっていう、で出演もできるし、おお、全然笹さんとか有名どこなんで、うん、安いと思えば安いイベントだと思いますし、私単独だったら高いなって思うけど、これだけ女優さんがいれば全然お得なイベントだと思います。うん、楽しそうですよね水着女子が美女が集まってクールして、撮影もして、撮影もできて、シュチにクリンみたいな、ね、感じですかね。ぜひぜひ。そうですね。はい、であともう一つ告知があって、はい、切り通し伊作監督の9月号の映画秘宝に、はい、もうこれ本屋さんで売ってて私これ買ったんですけど、はい、ありがたい。どの辺でしたっけね。でもなんかこんだけ有名とこの映画が並ぶ中で、うん、あ、これだ。あった。結構後ろの方に。はい、ページで言うと77ページですね、はい、このスペース、これみことさんが、はい、ね、あのみことさんというかももはさんというかももはさんが、はい、ももはさんはね、あのみことさんっていう名前で女優さんされてまして、はい、ね、あの主演を、そうなんです、ね、なさって、もう冬公開っていうことなんですよね。12月にケーズシネマさんで、ケーズシネマさんで公開という感じな、この冬新宿ケーズシネマさん他全国順次公開っていう形で、はいはい、青春やはアメージングプレイス、これ学校舞台にした作品なんですよね。はいはい、ちょっとこれ読んだりしてもいいんですかね。なんかあらすじとしては、お前が学校を殺したいなら特報切通し利作初監督長編映画青春やはアメージングプレイス完成っていうことで、結構セクシー要素もあるようですね、うん、そうですね、官能的な感じ、官能的な、はい、ちょっと、うん、はい、結構コメントでエロいももはさんが好きって書いてくれてる方もいるんで、ああ、そうです、ね、そういう方は見てください。ぜひね、ちょっとそのももはさんもっと、はい、あの見たいなとか、そうですね、割と肌も出してるってことですかね。そうですね、できれば東京の方もプッシュしていただけるという、そうですよね、ぜひ知ってもらうということで、セーラー服着られてますね、はい学校ってことで、うん、なんか
ちょっと読むと、物語は冴えないネクラな20代童貞無職の野島隆さんがひょんなことから出会ったヒロイン蒼井美琴とフェティッシュな性遊戯を爆発させるというエロティックラブストーリーということで爆発してるみたいですので軽動詞さんのスケベが前回の映画です。軽動詞さんね、あんまそういう割と紳士的なイメージがあるんですけど、確かにね、結構エロが爆発してるみたいなんで、そうなんです、ね、学校に対する愛憎の念が入り混じる文衆がやがて学校殺しという通過儀礼へと結実する入魂の一作っていう、まあ詳しくはこれね買って読んでいただくといいかなと思うんですけどね。はい、千葉の劇場に来ていただける。そうですよね、新宿ケーズシネマさんに足を運んでいただいて、はい、ね、よろしくお願いします。まあ、桃葉さんのファンとか、はい、桐道士さんの、ね、うんうん、作品、本読まれてる方とかね、うん、ピンクオールスター映画の趣って書いてあるので、はい、まあ、そういうものがお好きな方とかですね。撮影は上條秀夫、あ、グミノか、ベテランタミヤさん、タミヤさんね、はい、力の入った作品ね、はい、すごい頑張って作って。はい、桃葉さんも結構長くね、そうですね、いろいろこうやられてて撮影も大変だったみたいですし、見てほしいですよね。そうですね、ね、これは、まあ、冬な12月なんでまだちょっと先ですけれども、うんうん、ぜひお願いします、ね、なんかいろいろ桐道士さんの YouTube チャンネルとかでもね、はい、あの情報を出してたりとかされてるの で、はい、気になった方はぜひねチェックしていただいて感じですね。はい、はい、よろしくお願いします。